小出博明は、日本の工学者。評論家。工学修士。元京都大学原子炉実験所助教。京都大学大学院。工学研究科都市環境工学専攻助教。所属学会は、日本保健物理学会、エントロピー学会。研究分野は、環境動態解析、原子力安全、放射性物質の環境動態。東京都台東区上野出身。 上野の自営業者の家庭に二人兄弟の次男として生まれる。1968年、改正高等学校卒業。1972年、東北大学工学部原子核工学科卒業。1974年、東北大学大学院工学研究科修士、家庭修了後、文部教官に採用され、京都大学原子炉実験所に入所。 熊取6人衆の仲間たちと出会い、半原発を訴えるようになる。本人曰く、自分は、実験所で最下層の地位であり仕事は、書内で出る、放射性排水などの処理だった。2015年3月で、定年退職のため、研究室の書棚や廊下、倉庫にあった、大量の本や資料は、どれも実験所の仕事にまつわるもの。定年と同時にその仕事はなくなります。 これからの私にとっては意味のないものと捨てた。退職後は、新たな定職にはつかず、新州で暮らす予定。開成高校時代には、地質部で、野外で、岩石や地層を追い求めながら自然に親しんだ。小出は、これからは、石油、石炭でなく原子力の時代と、考え原子力工学を志した。希望が叶い大学入学後は、原子力工学を専攻。 現代の原子力工学における放射線被害に興味を持ち原子力発電に反対している。以後現在まで一貫して原子力をやめることに役に立つ研究を行っている。原子燃料公社による鳥取県と岡山県の県境にある人形峠のウラン交渉の開発に伴い周辺民家近くに放置されたウラン残土による健康被害が問題となり、 1963年に閉山後に癌の発症や体調を崩す人が続出。校舎を引き継いだ旧同年に全面撤回を求める住民や市民団体の運動の支援に加わり、調査によって土壌、湧き水、稲などから放射性物質のラドンが検出された。同年側は校内労働者の被爆量の推定値を公表したが、1958年11月、 以前は、ラドン濃度のデータがないため、被爆線量の評価はそれ以降のデータに基づいたとしており、さらに、校内労働者の半数未満しか、被爆線量を測るためのフィルムバッジが着用されていないなど、内部被爆の把握を不十分なままにして、被爆実態の過小評価につながる点がいくつかあったことを指摘している。残土の撤去を訴えた裁判では、 住民側の承認として意見書の提出を行った。東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて初期の段階で格納容器が破壊されている可能性について指摘し、屋内退避の容量を解説するなど警戒を呼びかけている。放射能汚染に対する政府の対策に対して原発事故と今後を憂れうる。 サイエンティスト有志に加わり、原子力工学の専門家として、内部被曝の問題を提起し、特に幼児や妊婦などの置かれた状況を改善する要提言を行っており、2011年5月23日、参議院行政監視委員会の参考人として、政府のこれまでの原子力政策についての意見を改陳した。福島第一原発の事故後も、政府、電力会社、 経済界などから定期検査などで止まっている各地の原発の安全性を確認した上で原発を再稼働しようという声が高まったことについて著書の中で安全な原発などはなく安全性を確認できるようなことは根臨在ないと述べている。また政府、電力会社、経済界などが原発再稼働に向かおうとする理由を大きく4つ挙げている。 北朝鮮核問題について朝鮮が使用済み核燃料の全量を再処理して原爆を作ったとしようその場合にはいくら頑張ってもせいぜい三発の原爆しかできない。私は原爆は悪いと思う。どこの国も持つべきでないと思う。朝鮮だってやらないに越したことはない。でも膨大に核兵器を持っている国があるやないやわからない国に対して 悪の数軸というレッテルを貼り、制裁するなどという主張は決して認めてはならない。米国は、核兵器、生物兵器、化学兵器、大陸間弾道ミサイル、中距離ミサイル、巡航ミサイル、ありと、あらゆる兵器を保有し、自らの気に入らなければ、国連を無視してでも、他国の政権転覆に乗り出す国である。そうした国を相手に戦争状態にある国が挑戦で、あり。 武力を放棄できないことなど当然であるし、核を放棄するなどと表明できないことも当然である、との認識を示した。また、2009年の北朝鮮によるミサイル発射実験については、日本政府は北朝鮮が長距離弾道ミサイルを発射すると決めつけ、撃墜命令まで出して危機を煽りました。一体、人工衛星を打ち上げると、国際機関に通告した国に対して、 それを撃墜するなどと表明する国がどこにあるのでしょう。日本はすでに H2 ロケットを、はじめ多くのロケットを打ち上げてきましたし、朝鮮に対するスパイ衛星さえ打ち上げていますと、述べるなど、日本政府の外交対応に対しても批判している。ラジオフォーラム FM 森口全国コミュニティ放送、県域中派放送局などで放送の番組開始当初から番組内の1コーナー、 小出博明ジャーナルのパーソナリティを務めているが、その番組の2014年1月25日放送のコーナーで、小出は日本では戦争と原子力開発を別の扱いとして報道されているが、本当は原子力開発と戦争はつながっているとする持論を唱えている。小出は本当なら原子力と呼んでいるものと戦争はつながっているが、日本の政府やマスコミはこぞって、 原子力開発は戦争とは関係ないと宣伝を流し続けてきました。しかしもともと原子力は核と同じもので6カ所村に建設を目指すとしている核燃料の再処理場は長崎への原爆投下の時に使用されたプルトニウムを取り出すための目的のみに作られる工場です。それを何としてでも日本の国が自前で動かしたいと思ってきたわけですし、 その願いを決して捨てずに、これからもやるとする宣言をしたのですとその番組で唱えている。福島第一原子力発電所事故後に出版された原発の嘘に対しては次のような批判がなされている。ありがとうございます。